きと言わせていただいております。そうなんですよ、2月生まれ合同生、ああいいね。あとあれですよね、2月からあの2月かな、お客様生誕、逆生誕もやってないですもんね。そう、悲しい。皆さんのね、お誕生日付きの方のお祝いもできていないので、ねえ、早くね戻ることを願ってます。1回の公演で1人ずつ生誕さん、えね、それなら嬉しい。まあ、全員でも嬉しいんですけどね。さやと里川さんは3日しか誕生日違わない。そうなんですよ、ちょっと運命これ。そう、すごいよね。でも13と16ですよ。え、嬉しい、普通に嬉しい。ああーそうだ、握手会も大事。本当だよ、本当だ。どうなるのね。エステートさん、ハートありがとうございます。そっか、5月13、5月16、すごいすごい。握手会なんとなんかいろいろ、いや本当につらいよな、私たちもつらい。なんかね、やっぱね最近いろいろ感じ始めてます。いろいろ感じ始めてるね、皆さんもね、いろいろ自粛中でね、いろいろ制限がかかってね、普通のことができなくなってして、できなくなってる今だからね、イライラモヤモヤが溜まって誰かに当たっちゃうかもしれないけどね、人にはちょっとあまりしないように、まあ本当に家族とか身内、心を許せ合えてる人ならいいとは思うんですけどね、メンバーとかね、ファンの方にとかはあまりね言わないように、頑張ろう、私も言わないようにしてるしね。なんとか猫とか家族とお話ししたりして気を紛らわしてるし、癒しを求めてペットにいつも過ごしてる。ペットにもしちゃダメだし、ペットにはさすがにしないよ、しないよ、命だから私の。そうよ、溜め込みすぎも良くないだね、大切な存在。そう、ハッピーたんもね、そうよ、思い切ってなんや、恥ずかしい。恥ずかしい。池田もカイニャンさんとか中坂とかキャさんに電話しようかな。じゃあなんや、なんかね恥ずかしいんですよ。恥ずかしい、沈黙になっちゃう私が。謎よね私、声聞くだけで元気出る。本当にそう。でも何年配信してくれてるからね最近、だからそれ見て元気が出るけどね、声聞け。ね、スコーさんの連絡先は知りません、知っちゃいけないと思ってる私は。そうそうよ、キャさんの演奏動画はまだ見てない。そう、上がったと思ってちょ今日中に見ますね。キャさんって本当多才すぎて本当に神ですよね、美しい。なんかその演奏してる姿も美しいから素晴らしい。素晴らしいよ、今日2回もしてくれた。え、そうだよね、2回ね、私も通知が来ました、ナヤンの配信の。え、すごい、こういう時だからこそポチッとグループがいてくれて本当に、嬉しいね、嬉しいね、ありがとう。私が友達になる。なろ、なってる。もうなってる。さやのギター、そう、なんか最近お母さんにこういう時期だからなんか自分の趣味とか広げればっていう話をしてて、そう、ちょうどなんかギターとか自分でなんか気になったもの買って練習すればって言われたんですよ。そうなの、
すごいね、なんか私とお母さんの話を聞いていたかのようにコメントが来て今びっくりしたそう、お母さんにねちょうど言われてたの。山本さやかさんもねギター弾けますし、いいね。私がギターね弾いてる姿想像できます？絶対できないよね。なんかヘナチョコリに見えそうヘナチョコリに見えちゃいそう。どうしよう。ギター、そう、まずなんか一番に思い浮かべたのがギターだったんですよ。まあ他にもなんか調べたらあるのかもしれないけどね。カスタネット、カスタネットはいいのよ一緒にできちゃうよ似合うと本当にでももしやるなら誰かがやっていないものを一番するっていうのがいいんだけどね、本当は。さやって呼んでください、ぜひ。さや、例えば、あ、むしろあれかな、ハーモニカハーモニカ、トライアングル得意よ私。ちっちゃい頃やってたよ演奏会で。あ、ベースいいな。ハーモニカ、フルート、フルートはねなんかねもうキャサンって感じ。キャサン吹けますもんねテルミンってなんだ、聞いたことあるぞ。なんだろう、鼓やりたいね、鬼滅よあーそっか、ギターとハーモニカ確かに割とセット。山本彩香さんもそうやってたな。そうだよね、フルート難しい。だよね、私も前にいろいろ楽器をやる機会があって何個か試したんですよ。難しかった。トランペットも本当に難しいし、びっくりしたよ。トランペットすごいよね、唇を震わすですよね。難しい。クラリネットもちょろっとだけやったけど本当に難しい。だから吹奏楽部の方とかすごいよね。サックスもかっこいい。サックス誰かできるよね、なんか特技に書いてあった気がする。メンバー誰だろう、私の友達かな普通の。ねー、あ、古畑さんかなかもしれない。じゃあすごっ、吹いてるとこ見たいな。かっこいい絶対ね、ソックス。わー、似合うねもう想像できちゃうもん、かっこいい。かっこいいよねソックス。なんかソックスもう形もかっこいい、綺麗じゃないですか。すごい、それは似合いますよ。サヤはフルートが似合いそう。こっち横横か、確かにいいね。ちょっといろいろ見てみよう。サヤは何が得意、リコーダーでもリコーダーって言ってももう中高以来吹いてないけどね。星ありがとう、どうぞどうぞ、ぜひ。11時半、あれもうそろかな、きみちゃんはオカリナ確かにいいね。オカリナかわいい。あつ森でもあるしね、あれまだ作ってない一個も。モモタンと同じ、一緒に演奏しようかな、モモタンとやりたい。キューキーでなんかやりたいね。キーボードはできないかな。まあでも練習すればできそう。ピアノは少しだけやってたけどちっちゃい頃だからな。やっぱギターはいるのでベース、今のところ調べてみよう。ベースね、ギターどっちか。ピアノタイル、やってた、すごい。私は高校生の頃やってた。みんなトランペットで、そうなの、すごい。トランペット聞きたい。エレキギターちょっとだ難しそうドラムも難しいけどね。そうな、ケーキバンドみたい。確かに
いいね。なんかこういうの前にも話した気がする。キャさんと一緒に配信した時かな、9期で音楽を何か奏でるとしたら誰がどの楽器当てはまるみたいな、なんか話してた気がする。バイオリンかっこすぎ。バイオリンはなんかちっちゃい頃からやらなきゃ難しいイメージ、私の中で。さあボーカルちょっと待って。ちょっと待って、それは話が違う。それは違うよ。それはちょっとね、ユッチに任せますよ。有機生の中だったらそこはもうユッチよ。私はユッチの声が聞きたい。ユッチですね、決定。いいな。ユッチね、配信で歌ってるかな最近。勝手に楽しみにしないで。やめて。あ、シンバルいいな、やりたいね。閉まるからね、シンバル。いいね。夜食食べた、あのね、お肉食べました、チキン半分。そう、脂っこいものだとねまた気分が悪くなっちゃうから危ない。エアボーカル、それはできそう。おつまくは、まこちゃん歌ってるの知らないんだけど。なんか恥ずかしいって歌わないイメージだった、ごめんね。そうなんだ、すごい。だってまこちゃん可愛いもん、声も。金2の時すごい可愛いもん。動き担当やだ。やよ。レイさん、あ、ビギナーさん、ありがとうございます。フォノさんがフィンランドめっちゃ歌ってる。フィンランド確かにずっと頭に残る歌だよね。そう、前、そう、キャさんとかとお話ししてたエコパーアリーナでありましたもんね、フィンランド。すごい頭にねつく。ラシピチ、そうしちゃうの。スズランさん、この前、そう、なんかこの間ジュリナさんとスズランさんがインスタコラボのライブをしてたって聞いてびっくりした。見たかった、見れてないんですよ私。何したんですか、歌歌ったの。すごいすごい見たかった、ショックだった。普通にいつの間にか終わっちゃった。皆さん見ました、いつだったんだろう、本当に最近、昨日一昨日くらいとかかな、いつだろう、正確な日付がわからない。あー、動画サイトに載ってる、そっか。いやー、どうしよう。自分は見ないでくださいって言ってるから、見たいけど見れないな。ね、そっか。ねえ、歌が綺麗ですもん。すごいよね、いいね。分けてほしいです声帯。見ちゃいなよ。でもな、ダメなんだよ、見ちゃいけないんだよ。見ない、見たいけどその場で見れなかった、私が悪い。何かをしてたから気づかんかった。いや、しょうがない、いつかまたやると信じて気長に待ってます。私はチコミントさん、ハトありがとうございます。絶対そう、あげてほしい。30分になったら終わりにします。やっぱすごいね、この時間結構星集めの方が多いのかな。だって1時間くらい配信したかな、してないくらい。それでもう5000人の方が1回は私のルームに入ってくださったので、すごい。さあ、はい。はい。
キピスキピね、え、そう、すごい、スティーさんの今村さんが歌ったそういうとこあるの聞いて、え、聞く聞くね、ちょっと今日多い、嬉しい、一瞬でも開いてくれたら嬉しい嬉しいねえ、さよぐるたび生きてる、ありがとうございますそろそろきみちゃんラスト始まる、え、だよね、ちょうどいい、ちょうどいい、あと3分、さっきもきみちゃん推しがありがとう言ってたよ、私に、私全然なんかちゃんとした応援ができないから難しいんですよ、何もできてないですよ、悔しいですね、ほんとこの感じでさやかちゃんも、そうなんですよ、え、すごい、ありがとうございます、今日テロップに書いてないのにトロフィール欄見てくださった、嬉しいどこ住みですか、出身地は神奈川県で SK に加入したので名古屋に今は住んでます、そう、愛知県、なんかそう、もうさ名古屋って言っちゃうんですよね、なんか愛知県なのにね、本当はダメだね、ちゃんと県で言わないとダメだ、なんで名古屋って言っちゃうんだろう、愛知県一応気をつけよう、でもこれはもうみんな言っちゃうことですかね、これは愛知県民の方も、え、そう、愛知県は分かるけどもう名古屋県みたいになっちゃう、なんなんだろうねもうダメだ、神奈川の横浜、あ、そっかそっか、でも神奈川でも結構横浜の方は自分とこすみって聞かれたら横浜って言いますよね、神奈川とは言わないですよね、横浜の方は特に、私は神奈川って言いますちなみに横浜は神奈川県出身、え、やっぱそうだよね、なんか方便、なんか神奈川県はなんとかじゃんとかなんとかだべって言うけど意外とみんな言うので、私は方言とかじゃないなと思ってるんです、そう、そうなんだ、横浜って言っちゃう、あ、やっぱそうでしょ琵琶湖って言います、え、すごっ、かっこいい、琵琶湖行ったことない、私北海道の札幌みたいなもの、あー確かにそういう感じよ、そう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 、川崎言っちゃう、やっぱ言っちゃうよね、なんとか市によって、そう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 、神奈川出身さ、神奈川県出身とか言わない、やっぱそうだよね、なんだろう、だから姫たんも横浜出身っていうのかな、だってあれよね、大沢も横浜育ちとか言ってたもんね懐かしい、キャッチフレーズ終わってから自分の名前言うときなんだっけ、横浜から来ました、ん、横浜出身早口弾丸トラベラー、それだけは私覚えてますよめっちゃ可愛かった、懐かしい、もう終わっちゃうの、そう、終わっちゃうんです、あ、ちょうどもう30分だ、終わりにします、そう、あ、浜っ子って言ってたのかな、どうなんだろう、大阪出身だから風つけない、そう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 千葉県なの東京人、え、そう、それはなんでかなっていつも思うね、大沢にもね会いたいね、元気かな、でもたまにゆっちの配信にいるよ前見たそう、ランキング見ます、38位、お、日和1位大分地、2位島民の一人、3位さやのクイズ配信見たい、はい4位わたわた、5位東、6位龍、7位流星、8位松井ジュリオ、9位エビスさん、10位カズヤッチ、11位フルハウス、12位ナナシ、13位イブキ、14位ケイパパ、15位キミちゃん、16位ウォッカ、17位カクフミ、18位小雪、19位タツヤ、20位カゴ、よし、皆さんありがとうございました、もうキミちゃんの配信始まっちゃったかな、ぜひ私に星投げをしない分
投げてください。ツイッターの連携、連携は忘れずに。あと5分か。じゃあ皆さん待っててください。ゆっちもね、多分あるのかな、どうなんだろう、あるのでね、ね、頑張る、頑張ってほしいね。ももたんも時間制限で難しいけど、ももたん、ももたんの応援もよろしくお願いします。休憩せ、休憩せ。もう寝る、寝たい、寝なきゃいけない。私は休憩せ、頑張れ。応援する。皆さんじゃあありがとうございました。寝れる時に本当にしっかり寝てください。ありがとうございました。おやすみなさーい。バイバイ。